この大区孫悟の王の盾となろう。大将軍七菜ちゃんの号令だよ。将軍七菜ちゃんの号令だよ。やん、やっぱり英雄になんて勝てるわけないよ。だよねだよね。でも私たちやれるだけはやったよね。うん。ミウ様、逃げる準備できました？なぜわらわが逃げなくちゃならんのじゃ。ナナノよ、もう一度戦って。無理ですってば。そんなの、今や高等の小覇王なんて呼ばれてる英雄さんに私が勝てるわけないじゃないですか。何を情けないこと言っておる。今こそ名門円家の将として命を懸けて孫策を倒すのじゃ。命が9つぐらいあったら考えますけど、今の私じゃ絶対に無理ですってば。七菜のよ、一人で無理なら二人で戦えば勝てるのじゃ。二人？お嬢様と共闘？いやー、それってすっごく楽しそうです。そうじゃろそうじゃろ。ならばわらわと共に孫策を泣かせてやるのじゃ。はーい。敵、城内に後退しました。よし、ならばすぐに城門へ接近。はい、失格。この状況での城門接近はダメよ。え？敵が城に引くときは確かに好機だけど、逆の場合も多々ある。城壁を見てみなさい。多くの兵が弓を構えてるのが見えるでしょ。はい。前の戦いで戦場に出ていたのは趙君のみ。ということは炎術は未だ城内で部隊を指揮していると考えるのが妥当でしょう。指揮系統が健在の場合、敵兵の動きをよく見て接近しても良いかどうかを判断する。それが総大将の役目。覚えておきなさいね。はい。敵は城内に引いたが、城壁の兵士に動揺の兆しは見えない。炎術の性格からしてもう一波来るのは確実でしょうね。ええ、今のうちに部隊を再編しましょう。後方に待機している予備隊を合流させて。わかった。次もレンファが総大将として部隊を指揮しなさい。カズトはその補佐をお願い。炎術を撃破した後、この剣であの子の首を取るのが私の役目だから、軍の指揮をレンファに任せるの。わかりました。総大将の任、立派に果たしてみせます。ん？でもあまり気負う必要はないわよ。
歯ごたえなさすぎなんだもん。まさにな。こんな勢力にいいように使われていたとは。涙が出そうだよ。カズトにはこの悔しさがわからないんだよ。ああダメ、あの腹立たしい記憶が蘇ってきちゃう。本当に涙が出そう。それはそうだけど、でもどうせ戦うなら曹操みたいな英雄と戦いたいわ。軍略と武勇、その二つを極限の状況で競い合ってみたい。物騒なこと言わないの。さっさと演術を撃破しないと、それこそ体制の整わないまま曹操と戦うことになるわよ。うん、それはあまり嬉しくないの。佐古殿、さっさと城攻めの下地をくれ。いやだからレンファに説明したでしょ、もう一波演術の攻勢が来るってば。ならば早く来い演術、このわしが地平の彼方までぶっ飛ばしてやろう。当たり前じゃ、今までせこせこと工作活動などという慣れぬことをやってきたんじゃ。鬱憤がたまって仕方ないんじゃ。ほれ演術よ、早く出てこんかい。出てこんかったらこちらから出向いてやるぞ。敵情開門、円と蝶の旗が見えます。本当に来よったぞ。嬉しいに決まっとる。剣殿、先方はわしじゃぞ。わしに任せてくれるじゃろ。わかったわ。じゃあ先方は郊外に命じる。たくさん暴れてきなさいな。当然じゃ。では剣殿、号令を。ええ、聞け五の将兵よ。この戦いこそ五の未来を占う一戦。皆の力を今一度孫家の私に貸してくれ。そしてみんなで掴もうではないか、輝ける未来を、誇るべき郷土を、そして我らの子孫が笑って過ごせる平和な時よ。皆の命を燃やし尽くせ、剣で切り裂け、矢で貫け、孫悟の牙で演術の喉笛を食いちぎれ。城門を突破して城を落とす、振り向くな、戦って死ね。賭けよ、我らの栄光ある未来のために。全軍突撃！